ましてこんばんは。はい、4じゃないスイッチですね。はい、どうも、はい、じゃあ大丈夫なんです。はい、どうもこんばんは。底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。はい、この時間は平日の深夜の部ということで、プレイステーションソフトの新スーパーロボット対戦の、防御回避禁止の縛り攻略プレイやってます。はい、クレーサーになりますが、まあ、初見じゃないでしょこの枠がってこと違うでしょ。はい、題して底辺が攻撃や最大の防御の精神でゴスティロに挑む配信。今日、宇宙ルート第21話からお送りしますので、よろしくお願いします。ね、本当は昨日21話までね、終わると思ったんですがね。まさかのね、ちょっと、うん、ちょっと今のうち、ちょっと待って、ちょっと、ギフトどうなってる？うわぁ、ダメだ。これ毎回切らないとダメなんですかね、枠ごとに。うん、夜食で甘味チャーハンとカップ麺食べてます。ね、いいですね。ね、もうちょっとその、せめて1万の負債が片付くまではね、ちょっと、あれしないとですかね。はい。事業じゃありませんが、ごこめさんいらっしゃいませ、ごまま。まあ確かに、滑覆の良さはね、ある意味事業中ですけど、はい。じゃあやっていきましょう。借金、まあある意味借金ですよね。ねえ、腹100発叩かないとね、さすがに。ねえ、ギフトくれた人もね、リスナーさんも納得しないで。今、販売停止してるの、送ろうと思ったかもしれないんですよ。もうこれ以上ちょっといいね、腹叩かれないから、送るんだったら日曜日終わってから、もしあれだったら送って。今一発300円。今一発300円です。うん、文句言うのは別にね、送らなくていいですからね。はい。じゃあやっていきましょう。うん、プレミアついてるやないか。え？はい？プレミアついてる？どういうこと？だってしょうがないでしょ。まさかね、あんな送ってくる人がいたら、ね、もうその100発だってきついですよ、もう。ね、でももらっちゃったりじゃもうしょうがないね。うん、ということで。ちょっといいですかね。昨日のちょっとね、まあ、昨日の攻略全然あれでしたが、金策掘り当てたね。金策じゃね、あんなもんもうすぐ下火になるでしょ。まあね、もう警戒しなくていいと思うんですがね。うん、でも確かにね、まあ確かに年末のボーナスの時期だからね、確かに、そういうことなんか狙ってくる人がいるかもしれないから。うん、ね、ちょっとね、レート上げて、ね、ちょっと、ほどほどで、自重させないとっていうか、やっぱり探索の精神コマンドないんですね。結構このゲーム探索ね、強化パーツとか拾うのに、探索ですが、親は叩きません。はい、700ポイントは、ここ、はい、帝王コマン何が300円ですかいいでしょ。探索持ちがいないですね。はい。どうでしょうね。今日何時までかかるかわかりませんが、14個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。探索持ちいないですね。はい。15個目さん、16個目様いらっしゃいませ、和骨です。こんばんはです。はい。探索持ち本当にいないですね。むちゃが持ってるとかな、バカな。ダメですね。確かに言われてみれば探索持ちあんまり少ないですよね、宇宙ルート。多分、トマーシかな。トマーシが仲間に入ったら探索持ってたような気がしたんですが。ねえ、ちょっと無理ですね。困った。ねえ、困りますね。どうかね、無茶。魔人が乗せたらありですかね、育成だけだったら。マジンガでどう？でも CB、DB ですもんね。全然ダメだ。はい。高校からやってください。グレさん1300ポイント。はい。何原大根の最新3倍レート上げていく合意。だ、合意ね。いや、やめてほしいんですよ。もうその流れを断ち切りましょう。はい。上海さんいらっしゃいませ。こんばんはです。ね、もうそういう、ね、しょうもないことやめましょう。ね、もう。ね、お互いにとってね、そのいいことじゃないね。何もメリットがなさすぎますから。ね、どうしようかな。ヘレン、フラニ、ね、そこをちょっと皆さん考えましょう。ね、そんなことしたって何もいいことないんですから。フラニ、ガンブラ、
はい。うん。ねえ。外人、あと誰？俺たちが笑顔になって幸せになれるというメリットがあるだろう。いいですよ。そんなことでし、笑顔とか幸せとかならないでしょ。ねえ、はい。はい、どうもね、フラニー、そうですね。ヒズミスさんもいらっしゃいます、こんばんはね、うん。そんなことで幸せになってもね、意味ないんですよ。もっと普通のことで幸せになりましょう。いや、昨日はもう全然攻略どころじゃないですかね、ほんと。腹太鼓のことで頭がいっぱいで。ねえ、もう何にも頭入ってないですね。もう昨日な、何やったかっていうのもう全然覚えてない。12月って言われてもね、もうね、あれですからね、はい。広告ありがとうございます。PSX さん1200ポイント、はい。前に帝王腹を叩くリスナーを喜び、帝王、うろう、これ宇宙の真理なりって言った気が、誰がですか、僕がそんなこと言ってないですよ、少なくとも。ねえ、そりゃ。だから、ねえ、もういいんですよ。もう、やめましょう。もうな、争いは。少なくなね、だからもしギフトをね、送りたいって言うんだったら、ね、日曜日の100発終わってからまたあれしてくださいね。やられたいないけど、今、負債を抱えている状態でね、これ以上あれしたくはないんですよ。ね、今、まだ100発残ってるから、その状態でね、あれ、ね、ちょっとよろしくないでしょう。いや、本当はそりゃね、だから今100発残っている状態でね、20発ずつね、例えばね、ねえ、火、水、木、金、土って感じでね、20発ずつでね、分割でいいんだったらそりゃいいですけど、ねえ、それを、ねえ、送ってくれた人が納得するとも思えないし。叩けばバレないよ。いや、もう、まあいいけど、ねえ、やっぱ100発まとめて残りやってほしいっていうのはあるんじゃないですかね。何言ってんですか、嫌ですよ。はい、33個目再開します、もう。そういう痛いの大嫌い、だから強化パーツ何も手に入ってないんですよね、多分。昨日何も取ってないですもんね。北斗百裂拳みたいな感じでやろうな。何言ってんですか。嫌ですよ、そんな連発。連発したらいい音だって出ないでしょ。ねえ。どうしよう、とりあえず。ちゃんと当たって言うんだぞ。何言ってんですか。ちょっと、あやのあれだけ改造しとこうかな。あまりにも弱い。ちょちょちょおじさんの腹は連発したら太鼓の達人みたいにコンボつなげるんでしょ。何を言ってんですか。何言ってんですか。はい、37個目再来しますが、コンボなんか繋がるわけないでしょ。ながら腹大鼓くれたらもう読んでもいいです。いやですよ。何がですか。あ、はたたたたって別の意味で言ってるでしょ。いつも叩いたらあたたたたってね。はい、こんばんは。はい、もういいんですよ。はい、じゃあ、進んでいきましょう。まぁ、ちょっとそのままもう一回セーブだけして。もう、とりあえず日曜日まで腹太鼓もお預け。ね。そんなにあれだったら、甘じふだったら考えるかもしれませんが、甘じふでメール経由だったらね。って言ったらなんか来そう。来ないですよね。はい。じゃあ、やっていきましょう。はい。もちろん最後はヒデブカ安倍氏って言うんだぞ。何言ってんですか。館長、セントジョセフ。はい。何これ何のアドレス ?41 個目再来します。ごめん、何のアドレスこれ。これ流しながら叩いて。嫌、ね、ですよ。いい、無理ですよ。はい、41個目さん、何のアドレスですか。はい、こんばんは。ちょっと今は見れないっすよ。アマギフでわら太鼓してくれる。アマギフも今、一発200円ですよ。アマギフでもね、一発200円ですよ。館長、セントゼフ市長から関係の申し出じゃが、どうなさる？今回の礼を言いたいのじゃろう。お会いすると伝えてくれ。
この度の期間のご助力に対し、味を占めてないと、別に皆さんが高いね、払わなきゃいいんですよ。払わなきゃ何も困らないでしょ。セントジョセフ、全市民を代表して心よりお礼を申し上げる。当たり前のことを下までです。どうか気になさらないでください。いやいや、君たちが来てくれなければ、我々は見直しになっていた。すでにいくつかの月面都市が異星人の襲撃を受け、壊滅したという報告も届いている。奴らは殺戮を払えていってないでしょ。払わなくていいですよ。奴らは殺戮を楽しんでいるということですか？いや、そうとも言えん。どうやらムーンストーンが狙いのようなんだ。ムーンストーン？ガンダリウムではなくてですか？そうなんだ。ガンダリウムよりはるかに価値が低いのに、なぜかムーンストーンに関係の深い都市ばかりが襲われている。ここセントジョセフも、月最大のムーンストーンの集荷地なんだよ。ムーンストーンとは我々にとっては価値の低いものじゃが、奴らにとっては価値のあるものということじゃな。もしそうであるとするならば、奴らは再び襲撃してくるぜ。そこで艦長にお願いしたいことがあるのだが、何ですか？もはやセントジョセフには防衛能力がない。再び攻撃されれば全滅は必至。だから俺たちに守れっていうのか？いや、緊急議会で町を捨てて全市民を避難させる決議が採択された。すでに輸送船の手配も始められている。避難先のサイド6の許可も得ておる。短時間になかなかな迅速な対応ですな。ははは、迅速な行動は私のモットーでして。ところで私に頼みとは？おお、そうだった。実はサイド6まで輸送船団の護衛をお願いしたいのだが。しかし、我々は補給が。護衛を引き受けてくれるならば私が責任を持って必要な物資を揃えよう、何なりと言ってくれ。わかりました。そういうことなら引き受けさせてもらいます。そうか、よかった。よろしく頼むぞ。はい。かわいい。ほんと僕は右の子ないのもですか。はい。はい。僕は今日、昨日の、魚じゃがのね、煮物と、あと、昆布と大根の煮付けです。ああ、はい、月本さん、こんばんはです。はい、それだけです。うん、あと、ご飯は鰹節で、削り節で食べました。うん、どうしたんですか、二人とも。あ、嘘か。前には関係のないことだ。僕はこの人だの邪魔だよ。えへいいですね。はい、52個目さえいらっしゃいませ。ごめん、もう皆さん、芋食ってますね、本当に。魚の煮物と昆布と大根の煮付け、削り節、ご飯、和子、チャオズとビール飲みながら。はい、でも54個目さんもいらっしゃいませ。ごめん。いいですね。大将、そうですか。あんまり分かってないんですが。操作邪魔だよ。そんな言い方って。ね、君たちもサイド6に避難するのかい？肉安かった。いいですね。俺、オデロ、君たちを護衛。僕、我、君、名前、なんて言うの？私、マルチナ。エッシャ、用意は終わったの。あ、トマーシ来た。もう少しよ、トマーシ。エッシャさん、僕、手伝いますよ。マルチナさん、僕も手伝わせてください。誰なんだい、この人たちは。オデルさんとウォレンさん、サイド6まで私たちの護衛をしてくれるんだって。ああ、ロンドベルの人たちなんだ。帝王は自分の違うぜ、俺たちはギガミリティアだぜ。何言ってんですか。でも今はロンドベルと一緒なんだろ。それはそうだけど、君は誰なんだ。僕はトマーシュ、そしてこっちは弟のカレル。僕、カレルです。エイシャさんとはどういう関係なんだ。どういう関係って、エイシャとマジナ幼友達さ。そうか、幼な友達か。はよろしく。こちらこそ。オデルさん、僕も紹介してください。なんだ、嘘いたのか。ずっといましたよ。こいつ、嘘少年。え、それだけですか。不満なら自分で言えよ。僕は、ウソエビン、ガンダムのパイロットです。え、あなた、モビルスーツのパイロットなの？本当に？ええ、本当です。すごいわ。マルシナさん、僕だって戦ってきたんですよ。なんだなんだ、俺だって。さあ、早く用意しないと、輸送船に乗り遅れてしまうぞ。うっそ、お前だけいい格好すんなよな。そうだよ、お前にはシャクティがいるだろ。いい格好だなんて、そんなつもりはないですよ。ブライト艦長、輸送船団の準備は整った。こちらはいつでも出発できるぞ。では、すぐ出発しましょう。よし。
月面都市から、輸送船団が飛び立ちました。アシュラ男爵がしくじった都市だな。はい。ムーンストーンを持って逃げ出したか。彼ら、奴を叩け。は、何レーザー出るけど敵は出るの？ねえ、もう地球に落ちたのに。第21話、ムーンガーディアン。これ護衛かな、また。艦長、後方に敵です。やはり追ってきたが、このままではすぐに追いつかれる。しんがりを務める者が必要だな。俺が行こう。あやさん、一緒に行ってくれるか？はい。あと3人は、主楽隊に行ってもらう。じゃあ、私とペリー、コニー3人、何？強制すべき？マジ？ちょっと、これ外人とガンブラさん、結構差が出るんですが。いいか、輸送船団がこの中距離を抜けるまで敵を引き止めてくれ。必要以上に敵と戦うな。いいな。わかっている。マジで？ちょ。ねえ。どんぐらい？でもこれ結構多いでしょ。これ絶対ダメなパターンじゃない？大丈夫ってか、これ、何？バナナ食べるけど食べたい。いや、いいです。はい、広告ありがとうございます。はい。野良黒さん600ポイントありがとうございます。はい。絶対これどうなの？ 2 機以上のシャトルの脱出。2機以上のシャトルの破壊ってことは。これ絶対こう、なあ、でも、これ絶対来るでしょう。こっちから。絶対これ、後ろもあれだけど、絶対これダミーでしょうね。65お店ありがとうございます、こんばん。これ絶対あれでしょう、来るでしょう。ねえ、これどんぐらい？これでも下手にあれしたら移動進路阻むと、あれなんかなぁ。新スパって全滅稼ぎできないんだっけか。多分ステージ途中でセーブしなければあれでしょうけど、死にたい。多分それやっちゃうと、多分、全滅してもまたシナリオ多分レベルとか資金が引き継がれないで多分再開、そんな設定だったと思いますが、はい、67コメントありがとうございます。何があったか知りません。死んじゃダメですよ。どうしようか。アムロ一人に任せていいですかね。あえて。まあ、落ちたら落ちただし。その代わりもちょっとこっちはもう、護衛行った方がいいでしょ。絶対怪しいってか、どう？外人じゃん、純子さん。もう。ノーセーブならできるが、新スパは全滅しにくかった。ねえ。まあ、あまり全滅はないでしょうけど。ただ、こういう護衛のシナリオで、ねえ、多分、ねえ、シャトル落とされた。何がまた死んでですか？はい、70個目さえいらっしゃいますが、まあ、何言ってんですか？失礼な。ペギーも外人。見事に3人外人じゃないですか、もう。なんなのこれ、強制すべき？ねえ。下調べしときゃよかった。はい。初音ミクさんいらっしゃいませんが、まあ、お腹すいたらなんか食べりゃいいじゃないですか。ねえ。いや、これ、アムロ。ああ、ちょっと、ああ、そうか、もう、でも、突っ込ませましょうか。え？ゲーム的にはダメですよ、あんまり。ゲーム的には、そこまでの。あんまり。まあ、ね、F と比べたら精神ポイントね、全体的に多いですからね。7か、4発、3発。7、6、5、4、3、2、1、0。合体して精神タンクになるやで。ねえ。どうかな？まあ、ちょっとしょうがない。やってみよう。13か。じゃあ落ちないかな。シュート。何食らってんの？
このリガジンを1回やられても平気なの？え？多分、まあね、多分モビルスーツ形態でなりますよ。リコットさんいらっしゃい。しょうがないでしょ。こればっかりは運任せなんですからね。しょうがないでしょ。だからモビルアーマー状態でねやられてもモビルスーツ形態で残りますよ。くたばれ。させるか。13% 当たるアムロとか。帝王来ちゃった休憩時間。はい。休憩時間です。休憩時間って言っても何も、あれですよ、やることね、そんな、時間ないだから何もしてませんよ、はい。78組さんいらっしゃいました。まあ、ご飯もね、ご飯食ってか、夜食あれもなかったし。あ、追ってくんだ、あれ。どうしよう。あと2発か。もう一発撃っちゃうか。夜食食べたかったのか。配信がなくなったら休憩の楽しみがなくなる。そうですか。まあ今のところ何もなければね。まあ配信がすぐなくなるってことはないでしょうけど。なんで僕の配信なくたってね、もっと面白い配信いっぱいあるでしょ。ねえ、なんか今日からねえ、なんかジャンク。また食べたのね。食べてないです。休憩時間短かったか。ね、今日からなんかね、ジャンクマンさんもね、なんか配信ね、復活したみたいだしね、大手さんがね、にぎわってるでしょ、今。ないよ。え？何が？配信ありますか？ダメ。ジャンクマンさんの配信ダメなの？ねえ。帝王ちゃんのライバルの？ライバルじゃないですけど、ライバルなんかでね、そんなレベルじゃないですけど。彼らだけはやっちゃいましょうか、23。ジャンクマンさんがわからない。え、わら、わかんね。ジャンクマンって何か面白いの？さあ、それは僕に聞かれてもあれかもですけど。あ、エリュさんいらっしゃいますよ。でもね、大手生主でしょ。人気生主ですよ。ねえ、僕なんかとね、全然あれですから。大奥気枠よ。そんなマイナーなの言われてもわからん。そうそう。マイナーなんて言ったら僕の配信のがドマイナーでしょ。何言ってんですか。そこだ。そのうちはニコ生は帝王って言われるようになるよ。なるでしょ。それはない、ない。帝王も図体のデカさなら大手だろ。図体のデカさというか体重だけだね。体重ね。うちの帝王は日本一、体重だけなら日本一ってね。14は多分ニコ生でのね。ね、そこだけだったらね。エリちゃん大好きホールド。ね。これもあと来るとしたらね、横か前でしょうね。でも嫌だなぁ。外事じゃねぇ。でしょ、どこに来た？サンジやヨッサンよりでかいもんね。はい。何サンジやねん。あぶね、防御できないんだった。でもこれ、強制刺激で終わりってことは、このシナリオすぐ終わるかな。多分ね、100はないでしょう。ねえ、あれくらいの体型だったら。防御できないの？縛りですからね。縛りプレイやってますから防御できませんよ。どっから来てる？こっちからか。どうしようかね。多分こう来るでしょうから、あえて寄せましょうか。縛られるの好き？はい。
いつもみたいに視線上で隠して防御する？どういうことですか？しませんよ。何が隠して防御ですか？いつもそんなことしてたの？するわけないでしょ。てか、スパロボチは四川省やってないでしょ。手を叩かれるだけじゃ飽きたらず次は縛られるの？意味がわかりません。俺アモル無視するってことはこっちあれしてもですかね。ラーメン食べたい。食べればいいじゃないですか。ナックルがきついな。プレステですよ。新スーパーロボット大戦はプレイステーションでしか出てないですから、買ってきてて自分で買いに行ってくださいよ。ゲームやってね、そんな買いに行ける暇なんかあるわけないでしょ。意外とそんな食らうんか。だそうですから。わかりました。それで納得するの。ダメージが大きすぎる。納得してくれたね。ねえ、意外とびっくりですね。どうしましょうかね。でも経験値的にはレベル足りてんですよね。20、19、20。元道民だけど醤油派だっけ。14本買うんじゃなくてラーメン食べてくるべきだった。そう、神話呼吸ユニットいないの？ダブフリーズに比べて撃回数少ないよね。いや、いるにはいますけどね。この強制刺激のシナリオには出てますよ。まあね、一応ボロとねいますけど。三頭かラーメンって美味しい？さあどうでしょうね。いや、避けるしかないでしょう。聞いたことあるけど食べたことない。そう、やっちゃいましょうか。チリトマトが食べたい。そう、チリトマト、僕トマトって美味しいですかね。僕トマト自体が苦手だから。帝王チリトマト食べたことない。ないですね、苦手だから。はい。さあどうでしょう。わかんないっす。20、20。かわいそうに本当のトマトを食べたことがないんだ。どこの山岡ですか。トマト嫌いには合うかわからないけどうまいよ。そりゃね、うまいからね、売れてるわけですからね。山岡さんいるね。ね、本当のトマトを見せてくださいよ。何がポロンですか。意味がわかりません。カチャカチャ、ね、意味がわかりません。あら、かわいいトマトねね。何がどのトマトですか。失礼なというか卑猥なというかね。え、トマト塩かけて食べたい。本物のサラダでトマト出したのはゆうやまだよ。さてと、前にお山が言ううまいトマト食べてみたい。そう、トマトにね、味なんか求めてもね、まあ酸味があってね、まあ。梅原お山ってまだ生きてるの？さあどうなんでしょう。
でも死んだらなんかね、ネットでもニュースになるんじゃないですか。プチトマト、いやー、あんまりそんなに。孫生まれたよね。帝王加熱したトマトは好きなの？え？どういうこと？はい。あ、どうも、はい。イングラスさんいらっしゃいませ。はい、こんばんは。新スパロボでちょっと縛りプレイ入れてやってます。何が帝王の弟子って。と、母なじって何新たなスパロボデーが。ね、こうやってスパロボ好きがね、どんどん集まってくれればいいんですね。残るかなぁ。微妙かなぁ。76。集中ないですもんね。神話ウッソビクトリーを最大改造したら短期でクリアしちゃった思い出。なるほど。いや、目的じゃないですけど。そうですか。いや、そんなことないですよね。スパロボ好きの人がね、来てくれれば。残る。うわ、26。帝王は宇宙 D。帝王のスケベ声を聞きに来てるよ。何言ってんすか。犬山とか星の戦一みたいな白髪かっこいいよね。白髪ですね。でも、星の戦一もね、亡くなったんですよね、確か。白髪ね。スパロボデイと帝王民の戦い。なんでそんな戦うなんて意味ないでしょ。お互いがお、ね、手を取り合ってくださいよ。エッチ民もいるからね。いや、だってエッチ民だったらエッチなんでね、ゲームの枠だけ見ればいいじゃないですか。何もねえ、帝王が息の根をやめたんだっけ。何言ってんですか。失礼。エッチ民もまたいろんなゲームが好きなんだよ、分かってください。そうですか。いや、それはいいんですけど、星の戦一を理想の上司に思ってるやつマジでしょ。ねえ、ねえ、鉄拳制裁のね、あれですよね、完全にね、今でいうパワハラのね、シンボルみたいなね、ですよね。東証とかね、あれするけど、それは違うんじゃないかと思うんですがね。まあ、マコジム、だっこ、うん、熱いじゃん。はい、どうも。そうね。昔だったらそういうのね、あれでしょうけどね。はい、ぬるひょんさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい。新スパロボ。責任は押し付け、ひどいよ。昔は乱闘始まってベンチに残ってたら罰金化してたぐらいのパワハラなのにな。帝王が上司ならいい。そう。そう。あれ、何ですか。はい、151個目さん、152個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。何ですか、くるくるパーって。どうしよう、誰で倒そうかも。だが星野さんの頃の中日は確かに強かったし、帝王に生まれたい。松岡修造が理想の上司。帝王はどんな部下が欲しい？いや、別に。そりゃ、あんまり上司に反抗しないおとなしい人。何が千秋楽ですか。修造どうでしょうね。まあでも、でもあんまりね、殴ったりするってイメージないでしょう。修造は、松岡修造はね、やっぱり、ね、なんか、ね、やっぱりね、そうなの？ DV？ マジで？ブライトは殴るよ。なんでそこでエッチゲームのキャラを出さないんだよ。どういうことですか。意味帝王は鉄拳制裁するの？そんな殴ってね、聞かせないで。ね、言葉で聞かせ、ね、言うこと聞かせられない無能のね、少佐でしかないでしょう。ね、ぶっちゃけ。ねえ、と僕は思うんですが。ねえ、言うこと聞かしたいならね、ちゃんと言葉でね、説得してみろってね。修造はしじみ集めてろ。
殴ってなぜ悪いか、うん、ダメでしょ。悪意あるやつは何言っても聞かないからな、ね、あ、終わっちゃって、え、終わり、これで終わりなの。アムロ殴ったブライトディスってるの、うん、ネス、シンガリ部隊に、センダー無事通過したと連絡してくれ。はい、了解、こちらも撤退する。あっさりですね。暴力は良くないよね、帝王、うん、腹太鼓させて。そうそう、いやですよ、帝王は腹太鼓制裁か。腹太鼓は暴力じゃないけど、呆れるよ ね、 ね、うん、めちゃ簡単やん。つまり神の使いは許されるわけだな、うん、ね、どうでしょうね。艦長、ジン・ジャハナムが、補給物資を引き渡したいと言ってきておるのじゃ。補給物資どこで？サイド6付近で、ということじゃ。分かった、物資はいくらあってもいい、喜んでいただこう、うん、あっさりですね。帝王、今日寒いね、うん、今日、いや今日は外出てないから分かんないですね。部屋にいる分には別にあんまり寒いと、うん、議論できるだけの知能ないのがたすぎ問題、うん、ですか、ね、土曜日雪降らしいよ。マジで？関東で？関東で雪が降るんですか今日は、うん、今日もじゃないの？わかんないけど、ね、議論はできないが会議は大好き日本人ねえ、昨日あたりで急に下がったよね気温、車のタイヤ交換した、ねえ、まあ、この間も誰か交換したって言ってましたね。北海道の人でしょうけど、東京で雪降るらしい。お金は財閥禁止っていうだけで現場に具体的な対応方法を広めないのがマジ運転。まあでも降るって言っても本当に降るだけでしょう。積もったり関東しないでしょう。タイヤだな。まあ神奈川そんなにね積もらんでしょうから大丈夫じゃない、うん、ちょっと待って、土日に風する予定あるから降ったら手を殴っていいよね。あ、知りませんよなんでと関東に来るの。関東で雪が降るって言っても、まあそんないい、そんな程度だったら、うん、まあ降っても積もることはないでしょう。ないでですか。降っても積もることはないでしょうから、うん、大丈夫でしょう。雪だるま作りたい、うん、無理でしょ、北海道で。無理でしょ、関東じゃ。ないですか。無理ですよ。マンションでどうやって屋根が潰れるんですか。はい、じゃあもう続けていっちゃいますね、今日。はい、このまま、うん、メンチカツ78円って安いよね、うん、どうでしょう、まあ安いんじゃないですか。曜日に交換しよう。帝王がいるから神奈川の平均気温が高くなってるんだよそうかもですね、うん、前方にモビルスーツ1機。敵か、わかりません。あ、通信が入りました。こちらザンスカール帝国のルペシの隊、救助を願いたい。救助だと？ザンスカールのモビルスーツが？はい、確かにそう言っています。何か企んでんじゃないの。うん、第二戦闘配備、サリアンレーザー砲、モビルスーツに照準を合わせろ。おかしな動きがあれば撃て。ネス、パイロットにコックピットを開けさせろ。罠だから殺して、うん、コックピットを開きました。パイロットを回収するんだ。風呂のおなごきたー、はい、ダテトラックスもいらっしゃいませんか。まあ、私はムッタマ図鑑艦隊所属ルペシの隊、二足な救助、礼を言う。メンチカツだけスーパーで買って帰ろうかな。あ、それでカツカレーね、いいですね。艦隊からはぐれたとでも。まさかザンスカル帝国が月面に落ちる異星人勢力を一掃するため、我が艦隊を派遣した。おお、ザンスカルも異星人を放ってはおけんと、うん、ペルシの艦隊が本国を放る入らないですよ。艦隊が本国を離れる、離れりゃいない異星人は我が本国へ奇襲をかけてきたらしい、うん、この時本国の防衛に当たっていた田代馬子大佐が寝返ったため、ほとんど抵抗もせずにザンスカールは異星人の手に落ちてしまったという。なんだって、ザンスカール帝国が落ちた。はい、208コメ様にいらっしゃいませ。どうもこんばんはです。ルペシの地と地いくつだっけ。もうどうでしょうね。まあ3じゃいってないけど、やっぱ20代後半ぐらいじゃないですかね。結構いってそうだけど。中を聞いて我々の艦隊引き返したが、途中で異星人と田代艦隊の待ち伏せに遭い、散々に徹夜されてしまった。はい、何も歌えませんよ。 何 FNS 歌謡祭とかに今のそういうの見てる人いるんですかね。どう考えても帝王にとってはビーバだよね。うん、僕にとってはね、多分ね、ちょっと、うん、ストライクゾーン圏外ですね。
ターシルバゴですよ。私はどうにかここまで逃げてきたが、メインエージが停止してしまい、宇宙空間をさまよっていたというわけだ。何言ってんですか、もういいですよ、今日は。本当に、ザンスから壊滅したのか、残念だが、本当だ、うん。だけど、どこからもそんな情報は伝わってきてないわ。こんなことで嘘を言っても仕方があるまい。君の言っていることが確認できるまでは監禁させてもらう。何言ってんですか。仕方がないな、好きなようにするがいい。明日の時、この人を部屋に監禁しろ。了解。艦長、あのパイロットを乗っていたゾロアットどうしますか。乗りつつはいくらあってもいい。使えるように整備しろ。了解。ついでに色も塗り替えておきますよ。好きにしろ。何が志村県外ってどういうこと。なんでですか。前方にかなりのスペースダストがあります。まずいな。このままでは輸送船にぶつかるぞ。モビルスーツで操縦したらどうですか。そうだな、やってもらおう。主の好きなタイプは嘘、俺も外人に手伝うぜ。え、ポテロも仲間になるんでしたっけ。はい。プルだと誰が好き。難しいですね。難しいですね。ティファとシャクティとプルと。まあ、性格的にはまあね、明るいプルかな。でも、おとなしいティファでもいい顔ですね。シャクティはちょっとないかな。僕も行きましょう。二人ともガンエンジを操縦できるんですか。お前だけが特別じゃないんだぜ。ガンエンジぐらい俺たちだって。なあ、トマッシュ。ええ、ゴミ掃除ぐらいな、大丈夫ですよ。ないんですか。その中じゃティファが一番ディファやん。バハバーって何ですか。カブトムシ。どういうこと、カブトムシ。第22話、ザンスカールの疑惑。シャクティは自分のことしか考えてないしな。うっせえび、出ます。また護衛？本当に大丈夫ですか？オデルさん、トマージさん。心配するな。な、トマーシュ。ウッソ君、君とオデルさんは僕とオデルさんは密かに外人の掃除を練習していたんですよ。え、本当ですか？うん、まあな。どの曲知らない。知らない。うん、いやー、もう中盤ですよ。見つけたぞ、白いやつ。今度こそ決着をつけてやる。ゴミに隠れてた？オデラさんとトマーシさんは船に戻って。うん、わかった。ウッソ君、大丈夫なの？ウッソなら何とかするよ。あいつはそういうやつなんだ。そういう戦闘配置。得れるものか知りすぎだな。なんだ。でも、七木か。ナナキどうでしょう。でも補給欲しいかな。大きなあなたが大好きよ小さな。ねえ、あれアムロはいない、アムロはいない、アムロはいない。ワンプレオリジナルのスーパーボスボロットだったな。わら、うん、ねえ、そうですね。ここも少数精鋭。アスナジ、さっきの女を連れてくるんだ。はい。やはり我々を落とし入れる計略だったのか。計略？何のことだ。あれを見ろ、我々はベスパーの無理数字じゃ。あ、あれは無線を貸してほしい。貸してやれ。クロノクリ隊？飛行はクロノクリ隊ではないか。ん？誰だ、私を呼ぶのは。私は図鑑艦隊のルペシノ隊だ。ルペシノだと？なぜ敵の戦艦に乗っている？タイはまだ知らないのか？何をだ？本国が、我がザンスカール帝国が異星人の手に落ちたことを。本国が落ちちゃったと？何をバカなことを言ってる？あ、貴様、裏切ったな。私が裏切る？まさか。ならば自分の目で確かめればいい。シーマ様、ファラグリフォン、カテコハマ、どれも嫌だ。よし。ラカイラム、応答願います。何大きな、いや、わかんない。ちょっとわかんないですね。どうした、アムロ。ブライト、敵をくれきれないんだ。このまま連れて行く。用意しておいてくれ。神魔用だろ。簡単にあわこれ。なんでですか。嫌ですよ。わかった。シンガリ部隊が敵に追われてくる。各位、戦闘に備えろ。ちょっとこれ機体、あ、何、乗り換えも、ガンエンジ。そっ
それでこれできて、で、何？目的は？シャトル破壊されたらダメってんでしょ？ん？でもあれ？敵は？クロムクルは撤退した？でもこれ絶対どっかからまた来るってパターンでしょうね。どうせまた見えすぎたというか。ああ、そっか、友達出してねえからあれか。強制刺激めんどくさいな。マップの広さ尋常じゃない。ねえ、これ、どっかから来るんですかね。それも怖いですね。絶対、ゾーエは来るでしょう。ハマーン様だろ、様をつけたまえ。何言いたいんですか。上から来るぞ。ねえ、来そうですよね、上から。上か、左か、右か。うん、警戒に当たるの。そういや、新規強化パーツはノーヒントで拾うんだったか。ノーヒント、まあ、ステージによってはそうですね、多分。ごめん探索持ちだったらいいんですけどね。ハマー寿司はいいんですよ、もう。スパロボはあまり覚えていない感じなのかな。ね、だって発売した当時にやって以来ですからね。ハマーンは初戦者との際喧嘩がお似合い。一回しかやってないですよ。ガンダムよりなストーリーだよね。そうですね。宇宙ルートは、うん、はい、248個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。うん、ね、V のキャラがね、全部出てるっていうかね、結構珍しいあれですからね。うわぁ、だいぶ強くなったな。え？いや、F は本当に。F はもう本当に何回もやりましたからね、覚えてるんですけど。真は本当に、ね、昔一回やったきりですからね、うん。ほとんど初見プレート。F ですね。さあ、人気がないからじゃないんですか。誰かが言ってたけど。ねえ。バイファム出ないかな。バイファムって出たことないんでしたっけ。はい、ゲイズナーとか、レイズナーはストーリーが破滅的すぎて絡めにくい。そういうのも原因ですかね、と思ったらイデオンも相当だったな。ターン A とかあげよりハマシだと思うぞ。いや、どうでしょう。 A じゃちょっとあんまり見てないからなんとも。いや、ターン A はターン A でね、やっぱね、いい作品だと僕は思いますから。アクエリオンは入れますか。どうでしょう。ビームサーベルで水着のお姉さんが蒸発するのはこれだけだし、イデオンがでっかいジムだってのは内緒だぞ。今ディアナ様の尻って言った？誰が言いました？誰が様ですか？誰ですか？100年の物語とか言っておいて、10年2作連続だよね。25、もうでもやっちゃうしかないし、3、4、5、6、届く？1650の800の650の結構きついかな。なんでですか。なんでその微妙なあれなんですか。いいですよ、もう。まあ、マウアーかな。マウアーがいいかも。それだったら。は敵メカがなんかかっこ悪い。V は敵メカを、でもゾロアットとか結構かっこよくないですか。なんでやつってのはなんか見覚えがあっていいやろ。
宇宙バイクとか正直ないわって思う、うん、いやそれはないと思いますが、それは確かにわかりますけど、微妙だって、みんな榊原よしこさんなんですぞ。いいじゃないですか、別に単純に声だけでそういうの決めるもんじゃないでしょ。ゾロアットかっこいい、ね、僕は刃のエメラルドちゃん。ハマーン様の頭の影のシルエットはカレーパンマン。なになに、生話。バイクと言いつつあいつらタイヤが4個なんだぜ。当たるかな。77か、いや、やめとくかな。地球クリーン作戦って省エネでいいよね。省エネ、まあ、そりゃそうですけど。はい、279個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。まあ今はどんぐらい船してるかわかりませんが、まあでも僕は結構 F ぐらいのバランスがいいかなって気もするんですが、え、ねえ、関係線じゃなくて F のは結構強い。ちょっと落ちない。省エネか、あの戦艦を動かすだけで、どうでしょう、確かに言われてみると、ビームであれするのと、ね、タイヤで引くのと、ああ、ガイドも良かったですよね、確かに。部屋で1週間ニンニク放置してたら目が5センチぐらい伸びてた。どういうことですか。いらないです、自分で処理してください。どうかな、でも絶対来るでしょうね、これ。上へ回す。ダイヤでの圧殺は地球に優しい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90
玉切ってうまいよね。わかんないけど、ジュランダル様、アルファガイデンは援護防御がうざかったり、敵が面倒見と根性を使うわでいい思いではなかったけど、アルファガイデンよかったね。ターネイダムが地味に引き出した。まあ確かにね、確かに敵の援護防御はちょっとあれだったかもしれませんが、でもまあ程よいバランスだったと思いましたよ、ね、そうなのですか。テオちゃんそう言いませんよ。おちんちんかゆい。書いてください。どうしよう。富野は後精神を病んでしばらくアニメ作らなかった。精神本当に、でも確かに言われてみれば V からね、確かに抜け出せない程度のバイク戦艦でどうしたら、マスタージア暁に4すって何話だっけ。時間ではお尻がかゆって困って45話ですね、確か。舐めてあげて、45話ですよ、何が舐めてあげてですか。嫌ですよ。どっか迎撃あれしないとですね、お尻かじり虫。ありがとう、はい、今日43話だから再来週か。あ、43話ってな、何かな、確かあれですかね、チボデとねえジョルジュの、王者の風よ全身軽烈天波狂乱みよ東方は赤く燃えているってね、意味は知りません。うるせえ。何がですか。はい、いいですよ。はい、人造さんいらっしゃいませ、こんばんは。やばいやばい、弱い弱い。ガンダムって冷静に見ると何やってんだ、うん、こういうの考えが。そういや、でも勢いで面白きゃ、僕は南国中央ハイマスターテヨウです。どこのあれですか。わらわら、
ああ、やられるかなー。いや、もう、あれだし。回避、回避、避けて、避けて。うん、中央競馬に強そう。どうでしょうね。露骨です。はい。その配置ありません。はい。ノラックさんいらっしゃいませ。こんばんはです。ねえ。マスターアジアのなくなるところは涙。うんねえ、やっぱあそこがねえ、え？ガン好きなんだけど、ガンいじって、整備費300ですよ。うん、なんでキーツです？ははは、知らない。キーツって言うかキーツなんですよ。マスターアジアって宇宙人なんでしょ？それは新スパロモの設定でしょ。原作は宇宙人じゃないから。え？僕が多分いや、やっぱ結構暴力回避禁止だから落ちるのはしょうがないですよねえ、うん、やっぱりね、集中して攻撃されたらね、やっぱり、うん、まあそれはしょうがない。まあどうせ修理費安いからいいんですよ、うんうん、神話ウィンキーの社長がシナリオ書いてるらしいね、うん、笑いだけど戦ってセラダのトラウマになったマスターアジア中心トラウマになったんすかね。はい、318組さんでしょ、息子も。はい、お風呂行ってらっしゃい。ねえ、ネタにされてますよね、もうシナリオはウィンキーのせいなのにな。ねえ、 G ガンダムは名作。うん、当ててみせる。僕も G ガンダムは好きですよねえ。しまった。これやろ。見える。ゴステロをラスボスにしたのはセンスいいと思う。変なポッカでの売りキャラより破壊感持てる。ねえ、まあでも、どうなんですかね。今はそういうね、原作超えたコラボでね、そういうね、登場とかありなんですかね。敵キャラね、レイズナーとね、G ガンで。うん、シャックル同盟最弱はジョルジュ。うん、どうでしょうね。まあ、再再しやっぱあるわね、あれでしょうし、ね、うん、あとは、あ、レベル上げたいし、ね、ジョルジュは末端性能とパイロット性能が合ってないし、うん、92当たるか。無性にお絵描き。いや、まだ1時間でしょう。ちょっとね、ちょっとどっか気にのいところまでもうちょい待ちよ。はよ、お絵描き。なんでですか。ガンダムが大活躍なの。はだれの意向だったの。さあ誰か好きな人がいたんじゃないですか。まあ、マンダラともかくね、長の人は結構あれじゃないですかね、え、かっこいいっていうか、うん、モビルスーツこそね、ダサいですけど、うん、どっちにしようか。
コンタクト。ストライクシールド発射。ネオ神奈川から帝王のガンダムファイト出て。何ですかネオ神奈川って。せめて新神奈川でしょ。ガンダムファイトなんてね、そんなもん。僕だったら、はい。そうね。どうしよう、下げる。でもこれそろそろさすがに来るでしょ、ズボン。これで終わりだったらちょっと楽すぎるんですが、楽というか、ぬるすぎるというか、ですよね。僕が初めて作ったプラモデルは小学校の模型部で F91 でした。へえ、小学校の模型部？模型部なんてそんなもんあるんですか？学校でそんなもんあるんです。いいですね。全都道府県でガンダムファイトしたらガンダムにできるネタがなくて困る件が結構ありそう。今の子供何かしらあるんですか？わかんないですね。BB 戦士ってまだ販売してんの？てか、今の子供ってあんまりガンダムどうなんでしょう、もう興味ないんじゃないですかね。だから、子供って今の子の子供ってガンダム知ってんですかね。なんかそこ、それすらなんかね、ちょっと、おい、埼玉をビスのはやめてあげろ。埼玉海がないって、ない ?MG? え？ジェンドルビルのマスターグレードなんてありましたっけ？ハイグレードのやつじゃなくて、マスターグレードなんて出たらあんまダメだ、防御できない、反撃か、埼玉はほら海がないってネタがあるからね、いいんですよ、子供、今の大人は子供作らんの？知らない。ちゃんと都道府県ガンダム行ってみて。今の子供って何が好きなんだろうね。さあ、今の子供はどうなんでしょうね、だから。ねえ、なんでしょうね、今の子供ね、ゲームとか何遊んでんでしょうね、ちょっと前だったらほらなんかね、あの何でしたっけ、子供がそれ のめり込んでんですかね、なんか一時期ほら妖怪ウォッチとかなんか子供に人気じゃなかったですかね、えそんな感じだと思うんですが、ねえ、確か、妖怪ウォッチとかは数年前まですごい人気ありましたね、ねえ、まあ今はもうない、今はもうだいぶ下火になったでしょうけど、何を歌うんですか今はわからないけど、わら、アマギス200円分でわら大子一発課金、誰がですか、妖怪ウォッチは欲を出した会社が潰したようなもんだから、そうなんですかね、レベル5ハモってないことをしたな。ヨーデル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 。ああ、なんかありましたね。ヨーデル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 なんとかって。あんまり僕もちゃんと見てないから知らないしね。なんか。妖怪ウォッチ、妖怪体操でしたっけなんかね。妖が出るけんでられんけん。何がヨーデルの知らない。なんでしょうね。今デルデル言ってなかった、グッズが大人に買い占められて、クリスマスプレゼントがヤフオクで落とさないかもしれない大変だったみたい、ね、大変でね、いつの時代もそういうね、僕の頃はね、まあね、ビックリマンとか、まあね、まだその頃はね、そういうね、転売みたいなないでしょうから、はい、田代逮捕ともうあれでしょう、はい、Z37 さんでいいのかな、はい、こんばんはです。新スパルもやってます。4000円のおもちゃを1万5000円で買ったとか聞きました。まあね、まあね、親の立場としてはそれでもね、買わなきゃいけないんでしょう。4000円であったね、子供のクリスマスのためならってね、多分。
ね。ね、僕ね、僕らだったらね、多分子供の頃ね、ビックリマンとかそういうのありましたけど、何を、もうクリスマスにそんなもんあれですかね。いい話かどうか知りませんが、まあそういうご時世ってことでしょ、今は。もう転売がね、絶対、誰かしらね、そういう売れるものにね。違う枠で打ち損ねた文章でした。はい、そうでしたか。あ、いえいえ、大丈夫ですよ、はい。今のおもちゃって結構ハイテクなんでしょ？そうなんですか。いやー、どうでしょう。今ね、そんなって、今だね、どんどんね、もう物価もあれだし、そんなハイテクなもんをね、あれしたら。はい、サンタさん、そんなもんいないって、このね、割と、あれですよ。だって、子供の頃にサンタさんね、サンタさんと扮したね、あれね、日本語でね、日本語でしかもおもちゃじゃなくてお金でね、くれたんですよ。ね、500円。ああ、サンタってこんなもんかってね、悲しい思いしましたよ。子供の頃から iPad とか触ってること考えるとすごい時代だ。ね、ビーダマンとか楽しかったよね。ね、ビーダマンちょっと僕はあれですね、申し訳ない。2000か。こっちは弱いんですね。サンタはフィンランドに本物いるよ。何をもって本物って定義なんですか。ビーダマンは西欧よりちょっと後の世代なの。さあ、ビーダマンあんま詳しくない。ビーダマンって何？ビーダマン資格？そんなのあるの？国が認定したみたいな？でもそんな訪問とか言ったってね、どうせ。で、ね、子供プレゼントとか。お腹に入れて知らない。いや、全然知らない。日本人も確か一人資格も違えたはず。そうなんですか？動画で見たけど打ち出すやつですよね。打ち出すやつ？いや、全然わかんないですね。名前は聞いたことあるんですけど。初代のビーダマンは物破壊できてたからね。怖いですね。ボンバーマンみたいな見た目してるよ。帝王はベーゴマ世代だもんね。何のことですか、ベーゴマ。いつですか、ベーゴマ。ボンバーマンの腹にビーダマ入れて飛ばすおもちゃ。いや、全然わかんないですけど。ボンバーマンビーダマンだったからね。お前も破壊してやる。何のですか。ボンバーマンの腹に。いや、全然わかんない。はい、372個目さん、374個目さん入れしましょう。僕を破壊して。何のと、どこに何を入れる、どこに玉入れるんですか。他もあって、連射もできるみたいだった。いや、全然知らない。何年ぐらいブームになったのって。ねえ。いつだろう。アニメにもなったっけ、うん、アニメですか。懐かしいな。学年誌に漫画載ってたな。多分20、30年ぐらい前かね。そんなもんですか。ちなみに数年前にリバイバルブームしたのは威力自体はセーブされてて恐ろしくマイルド。まあ、まあ子供のおもちゃですかね。やっぱ毛が危ないでしょうからね。何 ?1990? その頃 ?1995?1999? ハドソンが輝いてた時期。いや、あんまり記憶ないですね。まあいろいろあったからね、その頃は。帝王はその頃エルフで鼻血を出してたの？何言ってんですか。ボンバーガールのくど持ってるよ。お絵描き。お絵描き、もうちょっとで終わるから。もうちょっとで多分このシナリオ終わるから、それまでちょっとお待ちを。
と一気か。これ以上来ませんよね、多分。このゲームあんまりそんなに難易度高くないみたいですから。そりゃあビッグにもカード出すとか、ね、あれでしょ。はい、392個目最大の5万は。はい、トンです。ミニ四駆をマジで研究する大人、理系マグナム。ねえ、まあわかりませんね。ミニ四駆やってなかったの？マグナムは第三世代じゃなかったっけ？ミニ四駆高いでしょ。ねえ、1個でね、500円とかそんな高いもんね。それにあんまり。ねえ、その近くにそういうねえコース場、レース場みたいなそういうのね、なかったですかね。田舎でしたから、北海道のね。ねえ、そんなもんポンポン買えるね。金持ちしか遊べないでしょ、そんなもん。ねえ、貧乏な家にはそんなもん手が出ませんよ。タイヤの中にギア入れてどうするという部品もあったな。大人は高いモーター使ってたな。ね、金持ちが勝つね、あれなんでしょうけど。ねえ、せいぜいね、買ってもらったのも多分1台ぐらいかな。ねえ、ただ普通のねえ、空き地とかだとね、はい、4円2個目再現します。ここは何の味ですか？どういうことですか？タイヤになるって。ああいうのちゃんとしたね、レース中じゃなかったね、あれ。ただね、ね、走るだけですからね、あんなもん先行かれたら、子供の足でも追いつけないでしょうね。だからね、だからそういうぶつける先があるところにね、向かってね、車走らせるしかなかったですからね。悲しいけど、そうやってあれでしたよ。コース飛び出して路上の車にぺちゃんされた。呼ぶわ。ねえ、悲しい。今の時代の技術でミニ四駆はマジで危険だよ。動画見たけど見えない。今見ると速いってことですよ。回転するところに限って柔らかいプラスチックを使ってることに気がつく。まあ危ないからってことですかね、怪我して子供が。ね、でもやっぱり遊んでた人は遊んでたんでしょうね、ミニ四駆も。いや、高速回転するところが柔らかいということはすぐに削れて使えなくなるということで、すぐに壊れるから消耗品がってことですか。ミニ四駆攻撃力500。さすがですね、アムロ対。大人が本気だって子供泣かすのは伝統芸のところもある。それ今でもあるでしょ、多分ポケモンの大会とかでね。タイの働きです。噂通り素晴らしいものでしたわ。アムロでいいよ。アヤさんは君だ。アヤさん君だって大したものだ。普通のものでアは動けない。私もアヤでいいです。私はそれほどでも。はい、どうも、ニョイヤ12個目さん、いらっしゃいました。こんばんは、新スーパー。どうしましょうかね。本当だ、あや、君みたいな人がいてくれると心強いよ。アムロにそう言ってもらえると嬉しいです。チェンさん、こんなところで何をしてるんですか？え、なんでもないわ。何ですか、サバイバル弾？何、BB 弾みたいなの？どうしたんだろう？あんまり BB 弾ね、そういうのも流行らなかったですね。バチバチ。さて、前方に船ですかね。何？また敵か？違う、あれはホワイトワークじゃん。補給物資を持ってきたのじゃん。ふうふう、よかった。あ、あれは何？ビクトリーの新型は何ですか？ニューガンダムもある。サイコフレームの調整が思ったより早く終わってるんだな。ホワイトワークに広報看板、着艦するように伝えるんだ。はい。じゃんじゃじゃーん。ボス？さやかさん、お久しぬけも、
コウジ君、こっちに来て。さやかさん、大きな声で。ボス?カーブと元気か。あ、お前。いや、ボス、なんでここにいるんですか?むちゃ、よくもボロッと盗んだな。盗んだなんて誤解ですよ。そう、テストですよ。テストだと俺たちに内緒でか。はい。ボス、もう許してやるよ。久しぶりに会えたんじゃないか。わかったよ。いいか、今度勝手にボロットに乗ったら承知しねえぞ。はい、もう乗りません。あら、ライ、あなた曲がってきたの?ええ、岡長官の指示で、それと R3 用の、パワーアップパーツも持ってきました。いらっしゃい、ブライト館長に紹介するわ。わかりました。ブライト館長、なんだ?ん?君は?私は地球防衛軍極東支部 SRX チーム所属、ライディス F、ブランシュタイン少尉です。SRX チーム極東支部で SR 計画に参加しているパイロットのチームで、私とライ、それに流星という者がいます。すると、岡長官が、はい、長官から、館長にメッセージを、ことづかってまいりました。そんな名前だね。長いですよね。メッセージ?あ、足でまといだ。なんでですか。防衛軍本部は異星人とベスパーの対応に振り回され混乱しきっている。当分はラーカイレムに正し、ラーカイレムに対し正式な処分が下される恐れはない。ブライト館長の判断に存分に働いてくれ、とのことです。わかった。これでここに起きなく戦える。ところで、君も我々と一緒に?はい、よろしくお願いいたします。パイロットはいくらいてもいい。頑張ってくれ。はい。あら、手紙?あのサイコフレームは我が社の材料開発部のアイデアではなかったのです。開発部も断定はしていないのですが、あの技術はネオジオンからの提供だということで。こんなバカなことないわ。サイコフレームは作動した。完全なものが敵から提供されるわけはないわ。オクトバーさん、なんで資料と一緒にこんな手紙を送ってきたのかしら。まあ、ホワイトワークのね、モビルスーツで4つぐらいですかね。チェーン。あ、はい。どうしたの?いえ、なんでも。カルラ、お前でもダメであったか。申し訳ございません。お前が悪いわけではない。地球人の力が予想以上だったということだ。次は必ず。うん。はい、これで22話終了。どうしましょう。もう一回行きましょうかね。うん、まあ、ちょっとその前に、はい、さっき言ってた通り。はい、じゃあ、ちょっと、うん、お絵かきやりますか。ちょっとその間僕も。結構ハイペースだね。まあ、ハイペースってか、ね、あんまり長くないですから。じゃあ、お絵かき、はい、どうぞ。どうしましょうね。もう一回行きましょうかね。英語縛りが懐かしい。ね。英語縛りなんか出たらまだ何話だったんでしょうね。そうか。そうか。あれか。そうか。思い出した。英語縛りだ。英語縛りがいけなかったな。ねえ、英語縛りで喋ったら原太鼓。それが、原太鼓が罰ゲームのあれになったんだ。そうか、そうか。なんで原太鼓、そうか。忘れてた。そうか。ねえ、英語縛りで、パチンってね。うん。どうでしょうね。まあね。まあ、こっから、ね、多分、物情戦なところもあるでしょうからね。うん、まあ、クリアできないってことはさすがにないでしょうから、まあ、なんとかなると思うんですが、うん。そうか、それが原太鼓のあれだったんか。本当に。ねえ、英語縛りのせいですかね、ある意味。うん、英語縛りが消えても原太鼓が残って。あー、そうか、そうか、そうだったな。まったく、誰が考えたんですかね。ドラクエ4の英語縛り原太鼓かな。そうですね、ドラクエ4だよ。ねえ、うん。まあ4章だけだからね、やって。うん、まあその流れでね、多分ね、シンスパルムでも英語縛りね、やってってね、いやいや多分、うん。その前から原太鼓は披露していたでしょ。いや、ね、やってはいましたけども。でもそのね、罰ゲーム的な意味だからね、思い切り叩くってね、その、うん、原太鼓で思い切り叩くってのは、確かに罰ゲーム的なあれでしたね。うん、原太鼓全力でってね。原太鼓自体は自発的にやってたね。そうそう、うん、最初はね、そうですね。うん、
悲しい。うん、はい、時間かな。うん、めっちゃ可愛いのかけた。本当ですか？可愛いんですか？はい、じゃあ見ていきましょう。はい、はい、ゆきささん。可愛いですね。可愛い。ね、隅っこでね。うん、ただなんでこの色なのかなっていうのが、うん、ね、あんまりこういうオレンジ色っていうかね、かいいスライムね、なかなか見ないですからね。うん、そこはちょっとあれですが、ね、可愛いのは可愛いですからね。はい、この色はきっと好きな色だからね。そうですか。かいい、そうなんですかね。うん、はい。ベースはもうちょっと、あ、赤でしょ、赤、赤みがかってるでしょ、うん、もうちょっと赤いでしょベースは、うん、はい、ありがとうございます。右端にいるのもそこが好きだからだよ、うん、ね、僕も同じ感じですよ、うん、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、次、はい、初音ミさん、なんて書いてあるの、うん、うろ覚え、ユーバーエメラルド、やいば、あ、なるほど。帰ってきた私だ。はい。では夕飯止まらすじ。はい、どうも、チョモさんお帰りなさい。夕飯は昨日の、じゃがいもの、ね、肉じゃがと、肉じゃが肉じゃがとあと、うん、大根と昆布の煮付けでした。うん、はい。マラスジは特に、うん、ね、マラスジも説明してあげて、マラスジ大したことないでしょ今日は、もう何にも、うん、今日も特に何もなくてね、うん、はい、ありがとうございます。刃も懐かしいですね、うん、はい、次、はい、エヘリンさん、そうですかね。はい。あー、かわいい。何ですか？イギリスと。かわいい。ね、サンタさんからのプレゼントですかね。まだクリスマスじゃないけどね、かわいいとね、いつでも、ね、こういうふうにプレゼントしてもらえるんでしょうね。うらやましい。ね、うん。いいですね。ちょちょちょ抜いてきます、行ってきたら。何言ってんですか、何、行くわけないでしょ。ね、はい、ありがとうございます。次、これも何はい、ジェンさん、なんて書いてあんの、おお、なんて書いてあんの、怖い、かわいい、こっぱ、おお、何、おで、何、おお、おか、わかんない、読めない、おなか、おな、おじゃーか、おじゃーか、おじゃーか、なるほどね。怖いですよね、ちゃんとノリバールあたり DF さんの理性を感じる。そうですかね。はい、456名様にいらっしゃいますが、まあ、怖いでしょ、こういうの。ねえ、かわいいクラちゃんが。ね、はい、次。はい、はい、チップスターさんでございます。はい、帝王最低だなって。最低じゃないでしょ。何言ってんですか。実写。実写まで言いますか。似てる。いいんですよ。素晴らしい。素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、チョモさん、はい、うん、
いないと思った。いや、いたからね。いや、はい、かわいい。かわいい。ラッコさんってあれ？ラッコって耳ってありましたっけ？あれ、ラッコって耳って、まあ耳あるでしょうけど、ああいう耳なんでしたっけ？ラッコの耳ってあんな感じなんでしたっけ？ちょっとうろ覚えですが。あれ、ラッコの耳ってどんなでしたっけ？タマちゃんを思い出して。タマちゃん、いや、だって、どうだったかな。まあいいや。でも、可愛いのは可愛いですからね、ラッコ。ねえ、キラーも描いてるし。っていうか、あれ？尻尾？あれ、ラッコって尻尾って、あ、あるか？尻尾あるか。文句言うなら次は顔、ね、いやいや、聞いた、疑問に思っただけでしょ。わけないでしょ。はい、ありがとうございます。何が人質ですか。はい、次。帝王多分アザラシ想像してる。アザラシかな。はい。見に来たさんで、ね、昨日はあれだけど、今日はね、やってないから楽だから、今日は大丈夫ですよ。ね。今日は問題ないから。でも次長いんじゃなかったかな。ね、相変わらずね、アコさんね、来てますけど、ね、はい、ありがとうございます。はい、これで全員かな。はい、ということで、7名の方、はい、お絵描きありがとうございました。はい、毎日中発でも消化していけばいいのに。いや、それをだからね、そのギフトくれた人が、ギフトくれた人が、それに同意してくれればいいんですけど、ね、1日10発でも消化していいのかってね、聞いてるんですけど、それでも構わないですか、ねえ。ねえ。そしたらいいよって言ってくればね、それは1日10発でもね、減らせばあれでしょうけど。除夜の腹太鼓でもいいですね。一応今んとこね、日曜日にね、100発残りやるって。どういうこと？ねえ。何言ってんすか？そんなことして、下ネタ、あれしても。はい、お絵かきは終わっちゃいました。問題は次のシナリオ、ちょっと編成だけやって、ちょっとシナリオ見てからにしましょうか。今ちょうど終わっちゃった。ちょっと次が長す、次23なんか長かったような気がするんですよね、ちょっと。今まで長かったけど。ああ、これボスと3人、あれか。お絵描きで下ネタありの代わりに原田エコ10発減らすのはどう？何変、ダメ。ダメ。もう一話だ、でも釣り長いんじゃないでしたっけ。これで V2 が来たか。で、ニューガンダムも来て。次やったら間に合わないのか。ちょっとわかんないな。釣り長いんじゃないかなって思うんですが。ボロッと3人乗りじゃないのか。違うみたいですね。僕もそう思ってたんですが。アイフィールの持ちで。ニューガンダムが運動性すごいね、52で。まあ、ファンデル級で。ちょっとまあ、とりあえず、だから編成して、ちょっとシナリオの冒頭まであれして、長そうだったらもうそこで終わりましょう。それでなんとか対処しましょう。原作は複数乗りなの？ちょっと僕、マジンガーもちょっとちゃんと見たことないかわかんないですが。これホワイトアークね、なんなのっていうくらい。あ、補給はあるのか。あ、補給装置あるんだ、一応。補給装置あれば一応ボロって言うじゃん。てか、補給装置あるんだったらボロと使う必要ないですよね。はい、広告。はい、ありがとうございます。はい。何？はい。8000ポイント。はい。日曜夜に原太鼓100発やります。だそうですから。ね、10発減らしはダメって却下されました。はい。薬のところが畳敷きでガス水道管理で台所にすごいですね。検索は3人乗りだ。ね、はい、498個目さえいらっしゃいますが、まあ、ね、日曜日に100発やるしかないでしょう。はい。
ちょっと待って、まあ一応、補給、ボロと切った方がいいかね。わら、トイレがないから電話は乗れないな。何言ってんですか、ボロと切ってこっち使うとか、まだ可能性はあるか。誰でしょうね、これ。考えたら、ヒッチ持ちの方がいいかな、運動性あれしたら。で、マジンガーで。パワードはどんなもん？一応、どれが来た？これ？テレキネシスミサイルか。でも、命中ネージあんまり意味ないです。2発だし。ゾロアットどう？ 38 運動性。宇宙 A か。宇宙 A いいですよね。ただ、火力がちょっと弱いか。使うかな。使わなくていいか。改造もったいないし。ゾロアットも切ろう。アフロとあと V2 が来て。V2 がどうですかね。ちょっと使い勝手が。あんま良くないかな、光の翼と。要塞が先に性能を求められても。いや、もうちょっと、いや、火力は欲しいじゃないですかね、でもやっぱり。リアルとスーパーの攻撃力の差すごいですね。ねえ、すごいでしょう。で、V ダッシュが一応待ってるか。まあ、とりあえずこれ、量産機はもうあれかな。もう、こいつら、もう、そうですね。まあ、改造すればそんなに、まあ、V、ね、V も改造して、あれですからね。どうしようか、ちょっと待って、でも、あと、パイロット。トマーシュも多分今、ね、今後、トマーシュ確か探索持ちだから、交渉軍よりは宇宙的性高いしな。使わないとなんですよね。トマーシュにいい機体使いましょうか。トマーシュにどうしよう。だから豪将軍自体は宇宙 A だろ。V ダッシュぐらいあげましょうか。でも宇宙 A だからもったいないですね。ギガ髄、ギガ髄あげましょうか。宇宙 A でしょう、多分これで総合だし。豪将軍自体ね。で、あとどうしよう。ちょっと。モデルは？モデル自体もあんまりそんなに強くない。一応ただなんかオデロってね、ニュータイプ能力あるんですよね。まあ本当にあれですけど。ちょっと待って。パイロットは基本的でも宇宙 A か。ああ、でも宇宙 B がいる。ああ、ライディか。ああ、マーベットも宇宙 B なんだ。適正って A と B でそんなに変わるんだ。わら。まあ 20% ぐらい変わりますかね。まあ正確な、あれじゃないけど、まあそこまで気にしなくていいかもですけど。でもね、やっぱ宇宙 A のね、パイロットに宇宙 B の機体乗せるのはもったいないでしょう。どうしようか。モデルに予備の方のギガ勢乗せましょうか。あとどうしよう。F の時は A と B で倍近く性能差しなかったっけ。倍まではいかないですけどね。もう、まあ確かにそれくらいは。ガンダム系なのに宇宙 B のパイロットとかいるんだ。ねえ。いや、でもそれはまああんまり攻めてもかわいそうしよう。ヒッチ持ちがいいな。ハサウェイか。ハサウェイホワイトアークでいいかな、隠れみ。ハサウェイホワイトアークで補給専門でやってもらおう。あとホリファーは、じゃあオリファーとりあえず、どっちがいいかな。 V2、 ちょっと待ってください。気合いオリファーあるから、
106、108、あんまり強くないか。気合あるし。ちょっと待って、結構意外と。ねえ、これ射程1ですからね、あんまり遠距離攻撃意味ないし、必要戦意110だし、うっそのセギュリア、ねえ、V2 のま、ねえ、この状態だったら、オリファー V2 でも良さげですよね。でも高いか、壊れたら。ひらめきないけど。まあ、なんとかなるでしょう。あとは、ギガズイと、オリファー、だから、ウスは V ダッシュでいいでしょう。V ダッシュ、V ダッシュ。あとは、だから、ハサウェイまであれして、ガンブラ、息だけヘキサがあるんでしたっけ？ヘキサ言うか。あんま変わらんか。これね、あとはまあ適当でもなんとかなるでしょ。ニューガンダムのマジンガーの、え？いや、別に嫌いでもないけど、そこまで好きでもないけど、なんでですか？はい、514個目さんいらっしゃいます、こんばんは。ガンブラスターが何機増えてる？補給できた？完全に、ね、全員死にましたよね。はい、515個目さんいらっしゃいます、こんばんは。まあ、マーベットだけですよね。中央和骨。何がですかね。123456。和骨です。今日は進んでますか。はい、ジオさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、517個目さんもいらっしゃいませ、こんばんは。今日は一応、もう2話、まあ短いシナリオでしたが終わったから。最終話で無理やり全滅させた感あるよね。ですかね。無理やりってことはないでしょう。主楽隊じゃないんですか。なんか前も同じこと言われたような。ニューガンダムいる。います。今来たばっかりですよ。温度制ぐらい上げといた方がいいかね。あとホワイトアーカー、まあいいか。運動性はもうしてよ。全滅って V ガンダムはバッドエンドなの？バッドエンドじゃないですよ。いや、主楽隊がってことですから。ねえ、嘘もね、死んでないし大丈夫ですよ。ハサウェイいるけど、逆者の？そうです、逆者です。もう一段階いくか。後味が悪い最終回。まあ確かに後味はね。あと武器か。2発、4発、8発。これ主力かな。命中悪いし。クエスで抜いた。4発。
でもこっちね。クエスでまだ抜いてませんよ。帝王、冬ってわけもなくもの悲しくなりません。いやー、あんまり。勝手地なセリフでしょ。やっと帰宅はこう。はい、どうも、友人さんいらっしゃいませ。こんな遅くですか？お疲れ様ですね。バズーカ、ビームキャノン、ライフル。やっぱ弾数多い武器頼るしかないですもんね。射程長いし。あとはホワイトワークもちょっと。次は最大10段階改造？15ぐらい ありませんでしたっけ？確かシーンって。15までいけますよ、確か。葬式多くなるよね。帝王ちゃんも死なないようにね。気をつけますよ。15じゃないかな。15ですよね。V2 はまあこれかな。帝王さん、本当はかなりの富豪で1日10時間ゲームやっても生活費足りてるって本当ですか？なわけないですよ。もう人生、残りの人生諦めてるから、もう本当は働かなきゃいけないんですけどね。諦めてるんですよ。はい、531組さんいらっしゃいませ、こんばんは。だからもう本当にね、何言ってんですか。もう親があれしたらもう僕おしまいですからね。まあ諦めてますよ。そこはもうしょうがないって。寒かったら諭吉を燃やすんだっけ。じゃあちょっとあのシナリオをちょっと、見てからちょっと続けるかあれし判断します。ちょっと長そうだったらもうあと多分1時間で終われそうにないか。何が諭吉で燃やすってどうなんですか。富豪ですか。羨ましい。てかバーですよね。でもそんな金燃やすとか本当に、はい、じゃあ行きます。ちょっと、見て判断します。たった今地球から宇宙船が飛び立ちました。地球人のシャトルなど珍しくもあるまい、いちいち報告せずともよい。破損させるの犯罪だしな。はい、ねえ、そう、犯罪なんだ。いえ、それが、生還航行能力を持った宇宙船と思われますので、ご報告に。何？生還航行ができる宇宙船だと？我が国のものではないのか。いえ、違います。地球人がそのような宇宙船を持っているはずはない。とすると、分かった、下がってよい。はかか、気になる知らせがございます。あーね、なんか聞いたことあるかもですね。確かにね、気になる知らせ。地球人のものとは思えない宇宙船が地球から発進したようです。地球人のものではない宇宙船。はい、地球にはいろんな勢力いますから。ね、生還航行能力のある宇宙船だと。だっけ、あ、効果がダメなの。で、まあ確かにそれ言ったら不可抗力でね、お札、ね、破っちゃったら、ね、犯罪ってことで、ね、あ、効果はへえ、ダメなんだ。はい、どうも、コウさんいらっしゃいませ、こんばんはです。しかも我が帝国のものではない。私はその宇宙船を追跡して何者が乗っているのか確かめようと思うのですが、いいだろう、行け。お前が、ごめんなさい、ちょっと飛ばしちゃった。はい、閣下、私が出発した後はぜひともシャアに指揮を取らせますように。なぜだ、地球じゃ摩擦するより支配した方が良いかと、その理由としては3つあります。行ってみる。一つは地上に降りた者たちが来た。未だ古代の宇宙船を探し出せておりません。お前の息子、ルカインでは探せぬか。いえ、しかし場合によっては地球人探させる方が早いかと。地球のことは地球人に、いいか？はい。二つ目は、地球人どもがムーンストーと呼んでいるスペクトロメタルです。月にはかなりの埋蔵量があるようです。これを採掘させることで支配コストを賄うことができます。して、三つ目は、地球人の戦士としての能力、閣下もすでにご存知の通り、我々の予想をはるかに上回っております。改造と訓練によって強力な兵器となるでしょう。すでに、実験を始めております。国に連れて帰るというのか。はい、
知れて帰りだけではなく、ここを支配し、永続的な呼吸を可能にすれば、閣下の発言力も増強されるかと。ふふ、確かに。しかし、なぜシャアなのか。それは奴の性格と資質によります。奴には指揮官としての能力があります。すでに今も一グループを導いております。うん。そして、ここが一番肝心な点なのですが、奴は我々と自分たちの技術力の差を十分に認識しておき、そうですかね、我々と戦うことの無意味さを理解しております。しかし、いつまでも従順でいるとは限らず、はい、積極的に我々を取り入れることによって、我々の知識を盗もうとするでしょう。しかし、十分に準備が整うまでは絶対服従の姿勢を崩すことはありますまい。行動の予測ができる。管理しやすいということか。はい。うん。わかった。お前の言う通りにしよう。は、恐れ入ります。では、私は直ちに出発いたします。うん。シャアを呼べ。ただいま、奴はサイド6と呼ばれているコロニングへ行っております。至急出頭するように伝えます。うん。ん？何をお迷いか。国家元首たるもの、国民の安全を第一に考えるのは当然ではないですか？しかし、閣下は異星人がコロニーを一撃で破壊したことはご存知ですな？うん、ああ。あのような力でこのサイド6が攻撃された場合に防ぐ手立ては終わりかな？いや、ならば考える必要などないのでは？とにかく今すぐ返事はできない。しばらく時間をいただきたい。ふう、まあいいでしょう。しかしあまり悠長に構えられていると取り返しのつかないことにも分かっている。ではいい返答をお待ちしています。バタン。くっ、裏切り者が。閣下、先ほど月面都市セントジョセフの、輸送船団が入港いたしました。市長がぜひとも、閣下にご挨拶を したいと申しておりますが、いかがいたしますか？うん、後で会おう。か、承知いたしました。ブライト艦長、いや、よく無事船団を護衛してくれた。礼を言わせてくれ。いえ、それより市長、このサイド6で我々も補給と修理を行いたいのですが。うん、それは問題ない。すでにサイド6政府の許可を得ておる。さすがですな、手回しの良さが、手回しの良さは元通り。ははは、これぐらい当然です。艦長、俺、コロニーなんて生まれて初めてなんだ。ちょっと見学なんかダメかな。そうだな。修理に時間がかかりそうだ。いいだろう。チェン、一緒に街へ行くかい？え、本当ですか？どうしたんだ？チェン、何かあったのか？え、いいえ、何も。急に言われたんで、ちょっとびっくりしただけです。最近なんだか元気がないぞ。何、これまさか何、抜けるってこと？アムロとマジンがなしってこと？そういうこと？第23話アムロとシャア、君、これ落としたよ。え、あ、ありがとう。あなた、この人じゃないわね。うん、月から来たのさ。ああ、セントジョセフの人なの？違うよ、僕はロンドベルの人間さ。ハサウェイって言うんだよ。私、クエス。ねえ、ハサウェイ、ロンドベルって言えば、ニュータイプのアムロレイがいるんでしょ？いるよ。どんな人？どんなって普通だよ。私、修行してるの。修行？ヨガの修行。ヨガって修行を積むと話をしなくても相手のことが分かったりするのよ、本当に。ニュータイプと似てるでしょ？だから私、ニュータイプって興味があるの。あそこ、あれがアムロだよ。え？どこ？こっちこっち。どっちの色が似合います？チェーンは可愛いから、どっちも似合うよ。炎を吐けるようになるかも。無理でしょ。どこのヨガファイヤーですか。ダルシム型、ね、テレポートもできるんですかね。え、あら、ハサウェイ、お友達？うん、クエスって言うんだ。ふーん、あなたがアムロ？なんだ、顔に何かついているのか。クエスはアムロに興味があるんだって。興味？何よ、あなた邪魔だわ。どっか行きなさいよ。何を言ってるの？あなたは私にとって邪魔な存在。そういう人よ、あなたは。クエス。ん？シャア、貴様、ここで何をしている？
私はお前と違ってパイロットだけをやってるわけにはいかん。なんだって？あれがシャア？待て、えい。なぜ無意味な戦いをする？人間の能力は貴様が思っているほど低くはない。ならば今すぐ愚民どもの能力を引き出してみせろ。そうだわ、それができないから。貴様をやってからそうさせてもらう。ドン。アムロ、あんたちょっとせこいよ。クエス？何がですか？大佐、これにお乗りください。引きこもりにやられる軍人、笑わら。無理やりセリフを変えてるな。うん。シャー、クエス。帝王せこいのかよ。何がですか？アムロ、早く港に戻って。ここは私たちで何とかするわ。あや、わかった、すぐ戻る。見てないと何やってるのかさっぱりよな。でしょうね。帝王せこいよ。僕はせこくない、ケチなだけです。ダイ、行くわよ。これ3期だけ？何？でも逆に言えば短いかな。じゃあ、やりましょうか。あ、そういえば強化バーストがつけてねえな。ガンブラスト。敵の全滅味方。これ本当に3期だけ？増援とか来ない？まあやってみましょうか。まあ、こんな、すぐ終われそうな感じですよね、一応。やつか。まあ、ひらめきヒッチあるからなんとかなるんですが。ああ、こっちは逆に、飛行形態になってるんだ。ガンブラスターだから。まあ、とりあえず改造は、じゃあやりましょうか。このシナリオこれだけだったらそんなにかからんでしょ。この作品のせいで東方腐敗は宇宙人と不意調子決められました。それは自己責任でしょう。ガンダムとかより浜への話なのかな。いや違いますね、ゼータガンダムの後の話ですね。まあだからね、ファーストあってね、ゼータ、ダブルゼータの後で、話ですから。まあだからね、ゼータでね、シャアがね、まあ英語っていうかね、地球連邦に属してね、地球のためにね、戦ってたけど、逆に。そのせいでね、連邦の腐敗したね、組織を見て、逆にね、本当に地球を。いやー、どうでしょうね。ゼータのせいでダブルゼータなかったことにされたし、ね、言ってね。逆襲の帝王、映画化、全米が泣いた。ね、ダブルゼータね、僕はやってもいいかなと思いますが、ね、やっても多分こけるでしょうね。多分。おそらく。これのせいで教授なんか知らない。デビガンパイロットはゴステロって言っていじめられました。それは、それも気の毒ですけど。帝王の部屋、以上。でもどうでしょうね。だってね、新約ゼータの続きでやるってなったらね、だってどういうストーリーするんですかね、やるって言っても。24、前半のバカっぽいのそのまま続けて欲しかったな。いやー、それはさすがにちょっとガンダムファンが納得しないでしょ、従来のね、多分。はい、アダンソンさんいらっしゃいませ、こんばんは。あ、リオ出るんだ。最近のスパロボはダブルゼータ出すためにテレビ半 Z でしょうね。ダブルゼータは当時 Z ガンダムのうちでもっと子供向けにしろって言われてああなった。神優精神崩壊復活後、ね、でないとね、ダブルゼータのストーリーにね続きませんからね。やらせるか。見える。おお、かわした。でもこれ、このマップもだから、
MHK でやったガンダム総選挙でダブルゼータは凄まじく不人気だったことが全員の政治で現れてしまいましたから ね, ねえもう無理でしょう、うん、それがねある以上はもうもしかしたらね、今後の、ね、今後のスパロモにも影響するんじゃないですかね。そうですか。ねえ。ねえ、ダブルゼータも今後もう出てこなくなっちゃうかもしれませんね、V みたいに。悲しいけど。セットガンダムでボクシングしだして何事かと思いましたボクシングこれマップ兵器でドコンって行けたね、行きたいですね。無垢に続けて使う割にスパガンにならないのは不思議でした。え？ああ、そうですね。スパガンはなかったことない。でもね、メンツいたでしょうね。ジーディフェンサー役。カエルガイム無垢マイナスに置きたい。マップ兵器でズドンってね。でも V と X だとガンダム系最強ってくらい強かったですね。ああ、ダブルゼータですか。まあね、ダブルゼータ自体のね、火力はね、相当なもんでしょうからね。そもそもガンダム系の数自体が。あんま出てないってこと？だって Z で G ディフェンサー完全に壊れたし。いや、それ言ったらね、だって100式だってほとんどね、もう、ね、完全に壊れたね、ほとんど、ね、あれでしょ。はい、超魔界早川さん、いらっしゃいませ。そうですか、それは悲しいですね。か、勝つは嫌ですね。ダブルゼータのは2号機でしょ、あの100式。2号機、そうなの、そんな設定あるんですか、それは知らなかった。そんな設定が2号機とかあるんだ。それは初耳でした。ね、僕も知らなかったです。ね、100式回とかね、そっちの方はね、まあ、わかるんですけど。100式を新たにならずに使い続けるあたり、本当に100年も経てる気がしたんだね。そうですね。ねえ、その辺のあたりもね、ダブルゼータね、もしね、作り直したら。そういう設定もあるんだ。へぇ。でもその割にはね、ゼータでしか、ね、一機しか見てないですよね。スパガン用っていうか、アニメでは。本当にこれだけで終わり？はい、お帰りなさい。今23話やってますが。ねんね。ぶっちゃけあの長いライフルだけでもなんとかならんかったのか。さあ、ねえ。ですよね。帝王、奥歯がいる。歯医者行ってくださいよ。まあね、G ディフェンサーの。まあそうですね、メガライダーありましたもんね。あっちの方が確かにね、モビルスーツも。え？奥歯見てあげて。無理。まずい。あれこれ落ちるか。3機いるし。てか、増援来ちゃったんですけど。こっちも増援来る？当たれ！なんだ、すぐ終わるシナリオかと思ったのに。やらせない。おかわした。
手に持ってるのはマシンガンなのに出るのはビーム。まあしょうがないですね。グラフィックの容量は何でもないし、でも。飛び込んで赤ちゃんにキスして虫歯菌爆発。ないんじゃないですか。本当。リオの武器どう見てもビームライフルではない。まあ細かいことは気にしなくていいんです。知らない。なんでしょうね。T って。集中しなかったでしたっけ。テレパシーですよ。あ、テレパシーの略なんだ。へぇ、ほんまな。虫歯って親や周囲の大人が 100% 原因なんだもんな。リオこんな強かったの。へぇ、まあそりゃねえ、オーズ量産機モビルスーツでね使ってるぐらいですから、弱いものはさすがに。落ちるかな。だってトールギスの中身ってほぼリオなんだぜ。やだ、プロトタイプリオでしょ。ねえ。ねえ。リオは一応、トールギス予備パーツで作ってあるんで、ほぼトールギス。よし、かわした。死亡の T という説も支配的である民命処方なんで体脂肪のあれが何でですか、何の役に立つんですか、こっちはエアリズも出てんの、てっきりヒーローとねえゼクスとトールリスだけかと思ったけど、リンクわらわらねえ、何ですか。どうしよう、信頼しなきゃか。本当に増援来ないんですかね、味方の方は。眠いの？え？テンション落ちてきてない？テンションセルフ脱力？そう、テンションっていうかそうきゃ一日ね10時間近くもね配信やってきゃ、そうきゃ疲れもきくるでしょうねえ。そんなんで疲れない人とかいるんですか。動画見たけど味方の増援なしっぽい感じに見える。マジですか、この3機でさばけと、あっちの5機だかも。マジですか。あらら、今日は勝つまで視線なんだっけ。何言ってんですか、今日もやってもねえ1時までですよ最長。明日またちょっとね買い物行けって言われたから、まあついでだからね、まあ運動がてらね、遠い方の、違いますけど遠い方のブックオフまでね、何があってはあれはないですが、何やどうですか、無理ですよ、なんでですか。卵盗んできます。何言ってるんですか。ブックオフで卵買うの。でも枠内の平均得点本当に上がったよね。ちょちょちょ卵買ってきます。ねえ、確かにだいぶ。ああ、ダメか、地上ダメか。帝王が地球の熱を吸収しているためである。何のことですか。帝王永遠に氷を愛すより異世界小説買ってこいって。昼のリスナーは元気な帝王見れるんだろ。羨ましいよ。昼間もそこまでテンション高くないっすよ。
ね、昼の配信見てしたってあんまり変わらんでしょ、どの枠も。むしろ、あんだかんだ言ってね、スパロボ、無料じゃないですよ。なんだかんだ言ってね、スパロボの枠が僕、結構一番テンション高いんじゃないですか？ねえ。1,2,3,4,5 本当に来ないんだ。まあいっか、チャックなの、まあいっか。そういやスチームセール今日で終わりだっけ？ていちゃんなんか買った？いや何も買ってないです。真冬のコーンスープって髪が買ってうまいよね。真冬のコーンスープね。まああんまり今年飲んでないけど。まあね、まあシナリオ的にはね、逆襲のシャアのあれですけど。ですよね、シーンって結構ね、簡単なシナリオ多いからサクサク進めるからまあやっぱりね、多分ロードが長いから。ムービーチケ今日、またスターウォーズあるんですか。でもさすがスターウォーズも見るんですか。いろいろね、多趣味ですよね。20日ネタバレ嫌だから初日に行くよ。なんかね、結構レバサさんね、そういうの初日ねこだわりますよね、ゲームとかもすごい。なんかね、ねネタバレねされるの嫌みたいですからね。まあ確かに映画の作品だったらネタバレね、確かに死活問題ですからね。ジャバザハットならここにいるじゃないか。どういうことですか。ネットを抱くことができないからしゃあない、はい、まあね、今のご時世ね、ネット遮断なんてね無理でしょうし、まあでもあんまり最近そういうあんまり露骨な悪質なネタバレってよっぽどじゃなきゃあんまりそんなに入らなくないですか。まああんまり、帝王のネタバレしていい？どういうことですか？スターウォーズってしっかり1個見たことないやん。僕1個も見たことない。発売当日にネタバレしてる届き者がいたよ。そうですか。はず、ひどいですね。ね、そのネタバレして何が面白いんだか。もうそれバレバレですよ。周知の事実でしょ。スターウォーズはあんま合わんかったな。知らなかった。え？スターウォーズ？豚とは誰が豚って言ったんですか。何言ったんですか。21、22、わらわら。続けるー
子供の頃ムスックス買ってもらった時フロッピーにジョージ・ルーカスのおっさんの写真が入ってたぐらいしか記憶にない。ジローは宇宙規模の親子喧嘩やで。明日ブックオフ行って何するの？え？だから、ねえ、初音ミーさんがリクエストしたあれですよ、ディスガイア。ねえ、中古で安いのあったらね、ブックオフの方が100円とかで売ってたらね、まあねえ、ちょっと見てこようかなって。まあ明日起きられたら早く、うん、まあそんな明日ね、すぐ急いで行かなくてもですけど。はい、ライトセーバーとビームサーベルどっちがパクリなの？多分ライトセーバーが早いでしたっけ。プレステ2版でいいんじゃないですかね。新しいゲームとか歩くしかないでしょ。ねえ、自転車ねえないし、車もないし、僕に歩くしかないんですよ。まあ明日早起きできたらね。ねえ、今日みたいに、ね、ないじゃないですか。レンタカーで買うんだったらまだネットで買った方が安上がりでしょ。飛んでいけないの？飛べない豚ですよ。倉庫版もあったらぜひ。倉庫版とかあるんですか？のことでしょ。何のことですか？地下にモビルスーツが隠してあるんでしょ？どうなんです？何ですか？そんなカツのザレ事を真に受けちゃダメですよ。キャラメイクあるから名前安価が怖い。そうなんですか？いやもうそこは諦めるしかないでしょ。ブライト、シャアが逃げた。やつを捕まえないと。ラーカイナも今すぐに動かすことは無理だ。ならばガンダムで出る。私も行くわ。俺もお供させてもらいますよ。うん、ありがたい。あ、これでか、次。多分次もね、多分。あんまりあれですね。全部が。まあいいや。まあ今日はもう3話やったからここでいいでしょう。セーブして今日はここで終わりましょう。ちょっと早いけど。3つ進んだし十分でしょう。今日は眠れそうです。